初めてのドライブスルーだ。Hello， 大家好，我是鹿酱。很棒的，很棒的。今天我跟文丹要去一些德来素，我在日本是第一次这样点德来素哎，所以很期待。那我ドライブスルーってあんましたことないんだよね。あ、ふうちゃんも？そう。まあ友達の車乗って、その時にドライブスルー頼んでやったことあるけど、自分の車でドライブスルーするのは初めて。我就是以前看蜡笔小新他们就有这种画面，所以现在这样自己在东京以外的地方开车，我就一直很想试试看德来素。今日は三つの店舗に行きたいと思います。お、我们要去麦当劳。マクドナルドね。摩斯汉堡，摩斯堡呢？跟星巴克。スターバックスね。初めてのドライブスルーということで、何頼んでいいかわからない状態なんで、店員さんにおすすめを聞いて、そのおすすめを食べたいと思います。就想说跟店员说，请跟我们说你的おすすめ，就是推荐他会给我们什么东西，就还蛮期待的。因为日本的店铺很多都有那种是期间限定啊，还是活动，所以就觉得他们应该会推荐我们期间限定的东西。那因为我们两个其实平常也不会吃期间限定的东西，都吃一样的。这次就有一点小惊喜的感觉，不知道是会踩雷还是怎样。俺とルーちゃんってなんかもう好きなもんがもう決まってるから、それしか頼まないんですよ。今日は冒険します。行きましょう。第一间我们要吃麦当劳。麦当劳也太多人在排队了吧？哦，是真的。这一家麦当劳的德来素现在好像是店员在帮忙点，一般来说都是机器，还蛮特别的。あれなりそう。对。おすすめ。现在麦当劳好像在做这个活动，我也觉得感觉会是这一个。カフェ、ご注文お願いします。どうぞ。なんかおすすめあります？ああ、お腹減ってるんであればこれとかどうですか？結構でかいですけど。どっちの方が人気ですか？あ、どっちかっていうとこっちの方が売れてますね。ああ。ただ結構お腹やられます。やられますか？重たいっちゃ重たいんで。じゃあこれにしようか。そうだね。じゃあこの A 一つと、あとサイドメニュー単品にする。あ、単品。あ、単品で。単品、はい。困りました。とサイドメニューはどうする？ベーコンポテトライスみたいな。ああ。じゃあこれ一つ。はい。はい。今日一つですね。はい。以上でお願いします。はい。ありがとうございます。アプリダブルとベーコンパイで640円です。はい。じゃあすいません、お願いします。はい。ありがとうございました。はい。はい。ありがとうございます。好，我们刚才从麦当劳点完了，他们果然是推荐刚才文章指的那个海报的东西。やっぱ一番おすすめは今出してるやつだったね。多分あれを見ると私とブーちゃん普段絶対頼まないやつ。頼まない。我每次都是点炸虾堡，文章一直都是点那个照烧鸡堡。テリヤキチキンか。あの月見バーガーしか食べない。对对，我们两个就是都这样，所以这次就是可以吃上各种东西。さっき頼んだやつがダブル肉厚ビーフ490円。でもバーガーとしては高い。ああ、肉は2枚あるもんな。そう。でもう一個がまあこれはほぼルーちゃんが食べたかったもの。对。ベーコンポテトパイセンズ。这个其实我一直很想吃，我很喜欢吃麦当劳的派类，可是就是因为每次都点一样的东西，所以到最后还是都没有点。那借这次机会。公器私用来吃一下哦哦，不要醉，噔噔噔噔，这个里面呢，面包还有两片肉跟起司，あと玉ねぎかな？ね，好吃，おいしい，好吃哦，给大家看它长这样。ソースとかあるかな？うん、バーベキューかな。店員さんめちゃめちゃお腹いっぱいになるって言ってたね。一口食っただけでなんかもうなんかずっしりきたよ。本当。もう肉肉肉って感じ本当に。美味しいかも。普通に美味しいわ。うん、美味しい。あ、飲み物頼むの忘れてたね。そうだね。因为我一直都是喜欢一种比较简单的汉堡。刚刚那照片看起来就很多层东西嘛，我就会怕就不敢吃，就没想到蛮好吃的。在文章吃的时候给大家看这个，噔噔，这就是培根马铃薯派，给大家看它这个开很方便。我超喜欢吃麦当劳的派的，尤其是苹果派。就讲あまりそういうパイ食べないもんな。でもこのベーコンは美味しそうよね。おお、サクサクだね。うまい。培根味很重哎，很好吃，像肯德基的玉米浓汤那种感觉。アップルパイ有点好きかも。俺こっちが美味しすぎてもう止まらない。对，这个很好吃。美味しい。是文章喜欢的味道。シチューとかグラタンとかそういう系だね。店員さんのおすすめっていいな。後味も美味しいのこれ。它会一直留在那个嘴巴里面，这个味道就会一直想吃哎。俺チーズあんま好きじゃないけど、これソース
と肉が美味しすぎて全然気にならない。新商品食うのもいいね。みんなが一生懸命考えた商品を食べるっていうのはすごいいいことだね。うん、いつも俺とルーちゃんは同じものしか食べなかった。なんか新しい世界食ったら美味しいものっていっぱいあるんだなと思った。好好吃哦，下一间 Go。第二间我们来到的是星巴克，星巴克也排好多人，这样一路排过去才是。这个星巴克旁边都是大卖场，然后前面又有一家电器行，想说等一下去电器行逛一下，想要买睡觉用的监视录影机，因为我跟文章发现我们睡觉的时候姿势变得很奇怪，就想要看一下到底是怎么变成那样。你姐就讲了，谢谢卡布医生，谢谢。我们发现这边的 Starbucks 也是店员点餐呢。こんにちは、お待ちいただきありがとうございます。ご覧になりますか？あ、はい。はい。ですね、あとメニュー表には載ってないんですけど、アールグレイのショットのフラペチーノっていうのが、あ、はい。エスプレッソアフォガートのですね、始まってるので、よかったら。然后我们又发现一件事情，店员只是递这个menu给我们的，其实主要的点餐是那边有个机器啊，等一下给大家看。おすすめって何かありますか？おすすめはですね、モニター左 の大人のフラペチーノっていうのがあるんですけど、アールグレイアフォガードフラペチーノが、はいはいはい、ここからの店頭上ですね。ああ、通るかな、T、はい、はい、スモールサイズで、はい、一つお願いします。以上でお願いします。はい、ドリンク1点でよろしいですか？はい、ありがとうございます。かしこまりました。すぐ車の中で飲まれますか？はい、はい、ありがとうございます。お手渡しをいたします。はい、約615円です。はい、よろしければご準備の上お進みいただいてもよろしいでしょうか？はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すごいね、大人のプラペチーノってなんだろうね。え、初めて飲むわ。カフェ？コーヒーじゃない？カフェって何？中国って全部のことを言うんだよ。中国語のコーヒーはカフェで言うの。カフェ？カフェ。やっぱり新商品になっちゃうね、おすすめは。它这个杯子好可爱，上面还有樱花哎。本当だ。可愛いね。它有三个 size， 我们点的是 tall size。いただきます。ミルクティーの味する。茶味濃い。美味しいね。紅茶の味がすごい広がるね。日本的星巴克不像台湾一样特别写姓氏。日本はあんま名前呼ばないからね。プライバシー？そう。だって病院とかでも何々さんって言われたくない人は番号ので変えられるよ。日本は本当そういうところがね、なんか文化の違いのが面白いね。これ美味しい。最初はコーヒーかなと思ったんだけど、紅茶だね。它那个茶香好浓啊，好好喝哦。它上面是冰沙。イエーイ。美味しい。今日は新しい自分を発見できたね。人生は冒険やな。わあ、便利。みんなに見せよう。みんな知ってるよ。这个杯子可以放在这里，好方便哦。我们两个现在要去最后一间摩斯汉堡。可是其实现在肚子没有到很饿，所以摩斯汉堡我们两个本来是想说也是点一个汉堡，还有一个副餐，觉得可能会吃太多了。サイドメニューかな。次はルーちゃんが注文します。サイドメニューハードル結構高いじゃん。ルーちゃんに僕は何も言わないでルーちゃんに頼んでもらおうと思います。加油加油。走啦走走吧。第三间摩斯汉堡。大丈夫だ、こんにちは。とてもお決まりになりましたらマイクに向かってお願いいたします。はい、どうしよう。サイドメニューのおすすめはありますか？オニポテチョコはいかがですかね。オニオンリングは肉と、あの、はい、ポテトがですね、あの 80g 入っておりますので、はい、あのどちらも食べ比べができるかと思いますが、じゃあそちら一つお願いします。はい、オニポテを一つですね。はい、他にご注文ございますか？大丈夫です。オニポテを一つですね。はい、ありがとうございます。お会計250円でございます。はい、お客様でもお願いしてみてください。はい、ありがとうございます。すいません、オニポテになります。お待たせいたしました。ありがとうございます。オニオンポテト来た。我们买了摩斯的洋葱圈跟薯条，它这个叫做 Onipote， 就是一包里面有薯条又有洋葱圈，那可能分量就是一般的薯条一般洋葱圈的一半一半。他们有给我们一张摩斯汉堡现在的传单，它上面有说现在摩斯汉堡期间限定的汉堡其实是 cheese 奶油照烧鸡，还有这个 cheese 奶油的奶昔。但是我跟大家说，不知道大家知不知道，日本的摩斯是没有那个摩斯红茶的。我念的。是啊是啊是。モスいつも出来上がりだから。あ、美味しい。うん、絶対ルーちゃん好きなやつだ。でもソースついてないね。いや、味ついてるよ。ルーちゃんカリカリのポテトが好きなんだよね。うん、日本人にとってモスはそんな感じ。台湾人にとってモスはめちゃくちゃ高い。うん、でも俺のイメージも高いイメージ。でモスのパン生地めっちゃ好きなの。普通のマックよりも好きなの。しっかりしててなんかしっかり焼いてるイメージ。カリカリなのちょっと、でなんかふわふわ。ポテト太いよね。
モスバ、うん、オニオン2個しかないんだ。うん。我第一次点的时候啊，超难过，我太阳红圈只有两个。每次吃日本摩斯的时候，我都好想念台湾的摩斯红茶哦。今日で全部合計いくらぐらいかな？650円、615円、250円、1500円ぐらいだね。これが高い。これだけでマックぐらいだもん。マックのサイドメニュー一つとハンバーガー一つでこれ一個分。うん。今度はピクニックの時ドライブスー使ってみた。やっぱりおすすめは新商品ばっかりだね。うん、私も初めてのドライブスー楽しかった。うん、楽しかったね。我还是觉得跟文丹不管一起做什么事情都很开心。刚才开车的时候就有聊到，我们就有看到一些卖钓鱼用具的店，然后想说啊，之后也想一起钓鱼。然后有卖露营用品的店，就说啊，之后也想一起露营。可以遇到一个想跟他做所有事情都觉得很好玩、很期待的对象，是一件很开心的事情。刚才有感而发。好了，这个影片就这样子啦。我自己今天的第一名是麦当劳的培根派。Mac のバーガーがびっくりした。不知道之后台湾会不会引进啊？如果台湾之后会引进的话，大家可以试试看，真的很好吃。好了，那就这样子啊，大家再见，拜拜。拜拜。拜拜。晚安。晚安。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。